はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第918回をやっていきたいと思います。今回はフィリップス曲線ということでやっていきたいと思います。まあ、横軸が失業率で、縦軸が名目賃金上昇率ですね。こっちの方に行けば行くだけ失業率が高くなっている、逆にこっちの方に行けば行くだけ失業率が低くなっていると、ね、でこっちの上の方に行けば行くだけ名目賃金の上昇率が上がっていくということですね。まあ、賃金が上がりやすいと、ね、見た目の数字の賃金というのがまあ、ね、上昇しやすいということですよね。まあ、逆にこっちの方は見た目の賃金が下落しているという形になりますけど、まあ、つまり失業率が低いと、ね、名目賃金の上昇率が高い、失業率が低いと名目賃金の上昇率が高いということですね。逆に失業率が高いと名目賃金の上昇率が低い、まあ、下手すると失業率が高い状態だと名目賃金が低下するという関係ですね。このように、まあ、失業率と、ね、それから名目賃金の上昇率の間には負の相関関係があるということですね。失業率が下がれば下がるだけ名目賃金の上昇率は上がりやすいということですね。逆に失業率が高くなると名目賃金の上昇率が低下しちゃうというこの関係のことをフィリップス曲線で表しているということですね。フィリップス曲線のフィリップスっていうのはこれ人の名前です、人名ですね。イギリスの、まあ、経済学者のフィリップスっていう方が、ね、この関係を発見して論文で発表したのでフィリップス曲線というふうに言っているということです、ね、こう失業率と名目賃金、上昇率の、関係はこう、ね、反対の関係、負の相関関係になっているということですね。でこれを応用して結局こう縦軸が変わったと、ね、今横軸は失業率で同じです。横軸は失業率で同じで、縦軸が変わっています。縦軸が名目賃金上昇率が物価上昇率に変わっているということですね。なんでかっていうと、名目賃金上昇率と物価上昇率っていうのはもうね、相関関係、ね、正の相関関係と。この2つをね、例えば名目賃金上昇率と物価上昇率を取ったら、まあ、基本的にはこうね、関係になっているということです、ね、ただ名目賃金上昇率が上がるってことは物価上昇率が上がるってことだし、物価上昇率が上がるってことは名目賃金上昇率が上がるということですよね。まあ、物価が上がれば賃金も上がりやすいということですね。今までね、例えば900円でしか売れてなかったものが1000円で売れるようになった、だったら、ね、売上が上がるので、物価が上がったということは売上が上がるので、だったら賃金も上がるという、まあ、関係ですよね。だから、まあ、結局失業率で、ね、縦軸が名目賃金上昇率から物価上昇率に上がっても同じ関係になりますよねということです。物価が上がると名目賃金も上がると、ね、だから失業率と物価上昇率の間にも負の相関関係がありますよということですね。失業率が下がれば下がるだけ物価は上昇しやすい、失業率が高くなればなるだけ物価は下落しやすいということですね。はい、という関係になります。でこの関係のことを、ね、曲線で表しているのがフィリップス曲線ということで、今回は解説としたいと思います。はい、今回の動画はですね、あなたの役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材プレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。